忘れないものだけ抱えて行こう。心の隅に置いておこう。私と同じだけ笑えるなら、言葉は少なくて済むね。止めどない日々はとどめようもなく覚えない、それは悪い夢ね。惑わない日々は続くことなく、願いはいつも笑顔の裏に見慣れた不安の中こぎ出してく。光の方をあなたのもとへたどり着くまで待っていておくれ。忘れないものだけ抱えて行こう。心の隅に置いて、私と。はい、こんにちは。こんにちは。今日はフレートレシピさんを紹介したいと思います。フレートレシピの舞子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、フレートレシピさんは東別院の朝市が始まった初期から出てくれている出店者さんです。最初はこんなキッチンカーではなくて、テントでスコーンとか焼き菓子を販売されてたんですけど、はい、徐々にこう出ていくうちに形を変えて、今は自家製酵素シロップの、はい、ドリンク屋さん、かき氷屋さんとしてかなり人気の出店者さんになっています。ありがとうございます、はい、人気なのは甘夏ですよね。そうですね。甘夏ソーダっていうイメージなんですけど、看板が今は柚子なんですけど、うん、季節ごとに変わって、うん、やっぱり一番人気は甘夏。甘夏ソーダかな、はい、今ちょうど仕込みの最中ですか。そうですね、発作とか、うん、はい、ちょっと甘夏も今、うん、ちょっと出遅れてるかもしれない、はいはいはい、なるほど。そうです。はい、はい、フレートレシピさんの使ってるフルーツにすごく特徴があると聞いているんですけど、はい、どんなフルーツを使ったりしてるんでしょうか。はい、うちはいなべ市に工房を持っていて、その地元の、おばあちゃんの家に庭になってる金柑とか、あと果樹がもうそのまま取れなくなって、うん、落ちても捨てていくばかりのものをいただいたり、はいはいはい、あとはいなべ市の梅林公園がすごい有名なんですね。そこにも放置の、うん、梅はすごいいっぱいたくさん咲いてるんですけど、はい、その後の実が、はいはい、もう使われずっていうことなので、うちで梅とあと柚子とかも引き取って、あとは結構その季節ごとに山桃とか、うんうん、割と地元の方が教えてくれて、うん、ここにあるよっていうのを、そういうのをいただいたり取りに行ったりしながら、うんうん、なるべく地元のものを使うようにしています。なるほど。じゃあ地元で、うん、誰も取れなくて、そうですね、どうしても使われないものを有効利用して、そうですね、はい、加工して感謝されませんか。そうですね、なんかうちのもっていう感じで、うん、割と新しくまた次の年に、うん、今年はこういうのがなってるよっていうので教えてくれたりとか、だんだん徐々にこうちょっと広がっていったりしてますね、うんうんうん、はい、そうするとじゃあ稲部に移住されたんですよね、はい、そうです。新しい人間関係がそこから広がって、はい、もうなんか結構受け、うん、なんだ周りの方もすごい親切で、うんうん、あとはこの稲部市に今借りてるキッチンカーなんです
ですけど、いなべ市もそういう取り組みがすごく、なので協力的というか、はい、なのでキッチンカーをうちの旦那が作ったりとか、はいはい、そういうのも協力してやってます。そうですね、そうですね、今日いないですけど、はい、旦那さんがこのキッチンカーを全部作ったんですよね、はい、この、北欧風の、はい、でまた今も新しいキッチンカーを作ってるっていう、作っても制作中です。はい、わかりました。舞子さんとご主人の慎吾さんは、音楽活動もされていて、はい、この桜の木の下でライブをしたりとか、はい、最近してないですね。そうですね、はい、またぜひやってください。また多分寒い時期とかうちが関西に、そう、どっちかっていうと夏がメインなので、ソーダとかかき氷とかそういう、はいはい、ちょっと、はい、時間がある時にまた、うんうん、はい、お願いしてください。はい、人気のかき氷はいつから始まりますか？いつぐらいか、もうでも暑いです。うんうん、4月、5月ぐらいから、はい、始まりますね。はい、かき氷はとっても人気で、いつも長い列ができているので、気になる方お早めに来てください。フレートレシピさんは8日と28日の、はい、月に2回出店しています。桜の木の下で出店していますので、皆さん遊びに来てください。はい、遊び人じゃない ね、皆さん買いに来てください。はい、こちらノーボー、戦争反対の、ステッカーパネルなんですけど、東別院の出店者さん、御嶽斎藤商店さんが、作ってくださいました。今ロシアとウクライナが とても緊迫した状況で、私たちには何ができるわけでもないんですけど、東別院の朝市として私たちは戦争に反対するっていう意思表明で、今回朝市内でいろんなところに、このパネルを取り付けています。